三振エヴァンジェリスト前ちんこと前田嫌いあいビーンイエイ。さあ今日も楽しい三振ライフお届けサビラ。さあ、沖縄にはですねこの久高島という、神様のいる、島が有名でございますが、沖縄っていうとこれまでの沖縄ね、これまでの沖縄っていうとこう長寿の島ということでね、有名だったんですけども、もう今は、ジナーもですね、こう長寿じゃなくなってきた。こうやっぱりこのね、こうこれまでのあの長寿っていうね、この環境がもう壊されたということなんでしょうね。昔その久高島にですね伝わるこの神歌っていうのがあってですね、この神様の歌ですよね。ティルルという歌があるんですよね。ちょっとその、歌の内容をですねこの言いますと、120が愛茶花、これはですね120歳120歳が寿命であるという歌なんですね。ティルルマディ、ちょっと読んでみましょうね。ティルルマディ、サシプジューサーウガマティウタビミソーリウートートウートートーガナシ、まあこれはですね120歳までが来るまで、新職者として、健康で、拝んでください、拝まれてください。まあその、自分たちがですねこの120歳まで、どうぞ神様を、尊ばしてくださいという、このティルルというね、久高島に伝わる、神歌があってですね、それを、こうまあ祝詞みたいな感じでどんどんあの、聖職者は、お祈りをして、島民、まあまあ久高島っていうのは面白いものでね、この、その島だけ沖縄だけのことを祈ってるわけじゃなくて世界ね、この人類みなチャリバ朝礼ということでね、そういう、グイスというですねこの祝詞とですねこの神道で言えば祝詞とを、この神職者は必ず、世界平和と世界の人々の、このなんていうんですかね、安全祈願ね、そういった、世界平和であるようにっていうこの平和、そういったことをですね必ず、このウートーとあのお祈りするときにはですね、必ず、そういう祝詞の中に入っているということを、聞いております。いやさすが神の島でございますね。自分たちだけのことでだけではなくて世界中ね、地球、みんながですねこの幸せで、健康でまた平和でありますようにというね、必ず、このお祝いのお祝いというかこの祝い歌ですよね。その長寿、しかもこのただ、長く生きるのではなくて健康で生きる、これを長寿と、定義しておりますからね。その120歳が愛茶花、ティルルマディ、サシプジューサウガマティウタビミソーリウートートーガナシーね、非常にこのいい、祈りでございました。ということで、今日も皆さんのですね、
一日が楽しい三線大学と健康で、また、平和な一日でありますようにね、今日も頑張っていきましょう。明日またやらせてください。